はい、ハルです。今回は口の書き方。いつも冒頭なんて言ってるんですかって言われるんですけれども、はい、ハルですって言ってます。よろしくお願いします。はい、今回はね、めちゃめちゃ質問にも来てた口の書き方を教えてくださいっていう内容です。私が考えるポイントっていうのは大きく3つありまして、1つ目は円の中を意識すること、2つ目は歯の位置をしっかり見ること、3つ目は全体を離れて見ることですね。まあ、軽くもう下書きはしてるんですけれども、まずポイント1、円の中を意識する。これはどういうことかっていうと、まあ、口、人間の口っていうのは、こうシールみたいにねペタって貼ってるもんじゃないじゃないですか。骨格があってそこに肉付けされてね、口が開いたり閉じたりするっていう感じなので、まあ考え方としてこの円を描いて、まず左向きの場合、こう口を表現するときに手でこうやってパクパクやったりするじゃないですか。まあそういう感じで紙を半分に折ったイメージを頭の中でしてあげます。でこれが正面、正面の場合もこう向きになってるんで、こう谷折りになってるんですよね。横にこう広げてあげる。なので、まあ手も鼻も目もそうなんですけど、やっぱこういきなりね難しく考えちゃうと、目ってどうなってんのとか、手ってめっちゃむずくねって頭がちょっとこんがらがってしまうので、まずはめちゃめちゃ簡単に考えるんですよ。口でも、まずはじゃあこの紙切れ1枚で例えてみようとか、単純な形から考えていきます。でも最初はこういう四角に5本 1,2,3,4,5 ってあって、そこからこう親指があって人差し指があって中指があってみたいな感じで、こうどんどんねざっくり形を取ってから細かく考えればいいだけの話なんですよ。なのでまあ口も同じです。でまあ口を閉じている時はよくねこういうキスワークみたいなね、こういう感じで書いたりするのと同じで、この場合はねこう中心線も入れてあげるとよりわかりやすいです。お山が2つあって下唇がついてると。で口をそんな大きく開けてない場合とかだったら、まあ、この円の下半分だけを使うっていう、はい、なのでまあ一つ目のポイントは円の中を意識する、まあ、つまりめちゃめちゃ簡単に考えてみようっていうことですね、はい、でポイント二つ目、歯の位置をしっかり見ること。やっぱ口を描く上でね歯があった方がよりわかりやすかったりもするので、歯がどこにあるのかっていうのもすごい大事です。まあ歯のね描き方とかも結構みんなそれぞれあって、自分で鏡の前でねあって口開けて見てみたらわかるんですけど、上の歯の奥歯が見えるのってこう自分が口を上に向けて開けて鏡を見ない限り見えないんですよね。基本的にその場でちょっと下向いてあーってした段階だと下の歯が見えてきます。なのでここでこう奥歯がしっかり見えるっていうのは下から見てるか、あとは思いっきり口を開いてるかっていうパターンになるので、まあそのキャラクターのねアングルとか構図にもよるんですけど、基本的にはこういう下の歯を描いてあげます。でこの歯もねめちゃめちゃリアルに描く人もいたら、結構こう簡略化して描く人もいます。このさっきやった円の中のもそうで、下があって歯があると。で下の奥の方はもちろんこう口の奥ってね真っ暗じゃないですか。まあ私もね勉強中のところもあるので、私はこういう風に書いてるぜみたいなのがあったらね、ぜひぜひ教えてください。こういう書き方めっちゃ書きやすいよとかね、まあ、あとは舌とかですね。私も結構なんか下水顔みたいな、下水口みたいなのがすごい好きなんで、よくねなんか勝手に舌出したりとかもめっちゃするんですけど、人はねこういう感じのちょっと短めで先もそんなにとんがってない舌なので、そのあたりを意識しながら書いてあげるといいですね。まあ不安な人はね、こう自分の口とかをね、こう写真で撮って見てみる。口だけじゃないんですけど、本当に資料を見るってことはね、すごい大事なんですよね。ここなんかわからんけどこんな感じだっけみたいな。大体の憶測で書くと、大体ね、出来上がってから、なんか違うとか、思ってたのと違うみたいな感じになることがめちゃめちゃ多いので、ここってどうなってたっけって、ちょっとでも、ハテナが浮かんだらすぐ調べてみてください。口の中もね、結構さっき言ったように奥の方は暗くなってるし、歯はね、その前に出てるので、結構ここは光がすごい当たりやすい場所なんですよ。なので、こう、色塗る時とかは、かなりこう、明暗を意識してあげるとね、より違和感なく描けると思います。歯なんかも特にもう真っ白ですね。ただでさえ白いのに、光がより当たりやすい場所にあるので、もうめっちゃめちゃ光ります、この辺はね。で、奥に行くほど暗くなっていくと。で、下も、表面はこの上の部分明るくなって、側面とかはまあ大きな立体を意識しながら暗くしてあげるとより立体感が伝わるんじゃないかっていうふうに思います。はい、じゃあポイント3つ目ですね。全体を離れて見ること。これがね結構一番大事だったりします。まあ簡単に言うとね、口の比率はこれで合っているのかっていう感じですね。楕円を描いて、十字線を描いて、目があって、目があって、鼻があって、で口、この口の大きさはここで合ってるのかなっていうのをしっかり見てあげることが大事です。
これもね、口に限らず全体図を見るっていうことはすごい大事です。まあ、私はね、こう口、昔はすごい苦手でね、結構逃げてきたんですよね。こうあえてこうチョンっていう口にしたりとか、書かなかったりとかっていうことをよくしてたんですけど、書いてみようって思った時にすんなり書けなかったらね、自分の中ですごいイライラするんですよ。なんで口も書けないの私みたいな。なので、まあ、そうならないためにも全体図とか大きさバランスとかっていうのももう一回意識してみましょう。口書くのめっちゃ得意だぜっていう人でも、輪郭と目と鼻と一緒に書いたらどうなるかっていうこともしっかり考える必要があります。で、よく来る話で唇の書き方ですね。私的には丸4つですね。こういう感じで、オリンピックみたいな 1,2,3,4 っていう風に書いて、1つ目の山、2つ目の山、ここの丸に沿って引く。で、下もちょっと膨らませてあげる。これがね、口、まあ、ちょっと今分厚めに書きましたけど、口の、まあ、凹凸。気になる人はね、自分の手でちょっと唇触ってみてください。真ん中がね、ここがちょっと結構ボコって凹んでると思うんですよ。うん。あとはさっき言ったバランス。全体的に離れてみること。この鼻の位置から口までのこの距離は合っているのかなとか、この鼻の横から口の横までのこの距離は合っているのかなっていうところを離れてね、見ることによって、うん、待ってこれ、鼻の下めっちゃ伸びてるとかね。口ちっちゃみたいなことがあったりするので、遠くから物理的に、ね、離れて見てみてください。まあ、あとはね、これ友達とかに見せてもいいです。友人とか、まあ、親とか知り合いに実際に見てもらって、これ口なんか変じゃないかなとかね。自分の絵を見せるのってすごい嫌な時ありません？うわ、この絵見せた時にどう思われるかなとか、私の絵下手なのにこう見せていいのかなって思う時あるのわかるんですけど、でもそれを自分でね、勇気を持ってちょっと見てみてくれへんとかね、これちょっと口の位置変かなって聞くだけでも、他の人の意見を取り入れることができるんですよ。他の人の意見を取り入れたらどうなるかっていうと、自分では気づかなかった間違いに気づけるんですよね。友達とかから見た時に、うん、なんか口ちょっと左にずれてないとかね、ちょっとちっちゃいと思うな私はって言ってもらった方が、あ、そっか、確かに言われてみればそうかもみたいな感じで、その自分のね、細かなミス、自分では気づかなかったところに気づくことができるので、友達に見せる、人からの意見をもらうっていうのもすごい大事になってきます。はい、っていう感じでね、今回はまあ私なりの口の書き方なんで、あくまでね、そういう書き方もあるんやっていう参考程度でも全然大丈夫です。はい、っていう感じで、他にもね、手の書き方だったり顔の書き方とかもやったりしてるので、よかったらね、他のも気になるかもっていう人は見ていただけたら嬉しいです。はい、という感じで今回は終わります。2021年も頑張って画力上げていきましょう。じゃあバイバイ。